ユズとカリンは無事みてえだ。みんな、そこにいてくれ。そのままじっとしててくれ。何も感じない。押しつぶされるほどの力を感じるのに、イチゴからは何も感じないなんて。本当に君は黒崎イチゴか？どういう意味だ？霊圧を全く感じない。霊圧を抑えていたとしても全く感じないことなどありえない。強い目になった。今の君になら任せていける。場所を移そうぜ。ここでは俺は戦いたくねえ。力を持つ者のみが口にできる言葉だ。いや、バカな。私は力だけで一瞬で終わらせてやる。一瞬で終わらせる。君が霊圧を失った理由を。君は霊圧をなくしたんじゃない。霊圧を捨てたのだ。君は身体能力の全てを飛躍的に上昇させる代償として霊圧を捨てたのだ。この私のそれには遠く及ばないということ。なんだ、よくかわした。だが驚いているのだろう。刀の一振りで地形が変わる。嬉しいよ黒崎一郎、私は存分に試すことができる。もしかするとこの姿こそが残白刀の本来の姿なのかもしれんな。私がその気になれば、君の残白刀は一振りで破片になる。バカな。受け止めた。かわしたのならわかる。受け止めた。この私の一撃を。何を驚いてんだ。俺があんたの刀を受け止めたことが。面白い黒崎一護。私の理解できないことか。そのような奇跡も時として起こるものだ。軌道で微塵に押しつぶすだけだ。いじみ出す混濁の紋章、結合せよ、反発せよ、死に満ち己の無力を知れ。波動の九十黒出撃。君ごときでは理解することすらできまい。黒崎一護。あの岩山を消し飛ばしたのは俺の刀だ。行くぜアイゼン。今、なんで距離を取った？私の剣を止めたことが嬉しいか？思い上がるなよ、人間じゃ！
私は君を撃ち殺すことで死神とホローという低劣な存在から完全に決別する。終わりだ、黒崎一郎。うん、これが最後の月牙天章だ。なんだその姿は。倒れねえって言ったはずだぜ、最後の月牙天章ってのを。一見から寂しさばかりが流れ込んでくるんだ。私の刃を受け入れることでしか手にすることはできん。痛みが。なんで泣いてんだ。私の守りたかったものはお前自身だ。一度この技を使えばお前は。最後の月牙天章ってのは月牙になることだ。俺は死神の力の全てを失う。最後ってのはそういう意味だ。二次元の存在が三次元の存在に干渉できるように。まさか人間ごときがこの私を超えるだろう。そんなことだ。無月。まだ再生するのか。やべ、消えていく。君の負けだ。残白刀が消えていく。残白刀など必要ないと判断したのだ。残白刀とその能力が一体となった君と同じ終わりだ、黒崎一郎。木戸か、こんなもの。浦原さん、お前の仕業か。はい、その木戸はあなたが完全な変貌を遂げる前、あなたを殺すことはほぼ不可能になるだろうと考え、あなたを封印するために開発した新しい木戸す。できるものか。それが宝玉の意志っす。あの時打ち込んだ封印が今ようやく発動したのは、あなたを死とは認めないと言ってるんですよ。そんなわけが。浦原喜助、自助する。なぜあんなものに従っていられるのだ。霊王のことっすか。ソウルソサイティが分裂する。霊王はくさびなんすよ。それは敗者の理論だ。世界がどういうのかよ。私は